さあそれではヒールインタビュー聞いてみましょう。放送席そしてライオンズファンの皆様、お待たせしましたヒーローインタビューです。今日のヒーローはまずはこの方、勝ち越しの犠牲フライ熊代正人選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。まずはあの場面から伺いましょう。どんな思いでした？ヒーローになるんだっていう気持ちで打席に入りました。その思い通りの今お立ち台いかがですか？いや本当になると思ってなかったんで、びっくりしてます。その回中島選手も必死に走ってくれましたよね。そうですね、ベンチに帰って中島さんありがとうございましたとしっかり伝えました。その答えは？大丈夫って言ってました。今日は2安打1打点しっかりスタメン起用にも応えたんじゃないですか？そうですね、たまにしかない、チャンスなんで、その期待にしっかり、応えたいなと思って試合に臨みました今日は。その結果チームとしてもこの長い9連戦の最初のカードを勝ち越しとしました。勝利への思い感じますよね？そうですね、チームの、勢いも、雰囲気もいいので、その勢いに僕が乗り遅れないように逆に引っ張るつもりでしっかりやります。そのいい勢いを感じさせる熊代選手の最後の一言、ファンの方も楽しみに待っていると思うんですが一言締めていただけますか？この間熊さんポーズをやらせていただいてあんまり受けてなかったんですけど、やらせていただきたいと思います。今日は、1、2、3クマシーでお願いします。それではいきます。1、2、3クマシー。おめでとうございます。今日のヒーローまずはお一人目クマシー選手でした。さあ続いてはこの方11勝目を挙げました牧田投手に来ていただきました。おめでとうございます。ありがとうございます。今日の内容を振り返っていかがでしょうか？そうですね、2回に先制点取られてしまったんで、本当その先制点を与えたくないと思ってたのが取られてしまったんで、ちょっとリズムが悪かったのかなと思いました。でもその後はしっかり修正できたんじゃないですか？そうですね、なんとか粘って野手の方に助けてもらおうと思って必死で頑張りました。その野手の方が助けてくださったのがあの6回でした。あの時の思いは？そうですね、ノーアウトだったんでなんとか全員返してくれっていう心の中で思ってました。その6回熊代選手の犠牲フライで勝ち越しした後、杉本コーチから何か一言かけられていましたけども。そうですね、勝ち越してもその2回以降のピッチングを心がけてくれということで、特に気持ちは変えさずいつも通りでいけということで、はい、その思いに応えてチームも大量得点取ってくれましたよね。非常に助かりましたね、はい。さあこれでチームトップの11勝目としました。いかがでしょうか？そうですね、まだまだ試合も続きますし、本当首位って言ってもゲーム差がないので、なんとか一戦一戦勝てるように頑張っていきたいと思います。ではその11勝目見届けてくださったファンの方にメッセージをお願いします。そうですね、厳しい戦いがまだまだ続きますけど、皆さんの熱い熱い熱い応援が必要です。よろしくお願いします。おめでとうございます。今日のヒーロー2人目牧田投手でした。
投打の2人の喜びの声を聞いてもらいました。2安打1打点勝ち越しの犠牲フライがありました熊代、それから、まあ、8回ナイスピッチングの牧田、松本さん2人は2年目、はい、同期の2人ですけれども対照的なヒーローでしたね。そうですね、インタビューが、はい、やっぱりあの熊代はねちょっと活躍者出さないと ねやっぱりファンに怒られますからね。そうですね、あこのポーズがそう、牧田投手も一緒にやってますか。あやってますね、やらされてるんですよね、まあ、この間は野上投手等でしたけれども、はい、今日は牧田投手と同期の2人の熊さんポーズ今記念撮影を収められてますけれども、ね、まあでもねこういう風にあの、はい、気分よかった時はね、はい気分よくヒーローインタビューしてくれる ね熊代なんか適任だったんですよね、はいはい、今日は熊氏のね声でしたけれどもね、はい